アブドエル・クリムは、スペイン保護領モロッコの反乱指導者。本名、ムハンマドイブン、アブッドアル、カリーム・アル・コットバイ。第三次リーフ戦争の中心人物であり、リーフ共和国の初代大統領である。地中海岸のリーフ族のうち、産地に居住する、ベニウリアゲル部族の主張の子に生まれ、カラウィーン大学で学んだ後に、スペイン語が達者であったためメリリアの原住民関係の、 事務所に勤務した。第一次世界大戦後、1919年スペイン軍のマヌエル・フェルナンデス・シルベストレ将軍の支配に反抗し、北アフリカの植民地革命運動の一環として、スペイン領モロッコの独立運動を組織しようとした。1920年にスペインがリーフ族を平定するために軍を派遣し、第三次リーフ戦争が勃発すると、 彼はスペインへの抵抗運動を指揮していた最中に戦死した父の後を継ぎ、1921年7月にはリーフ族を率いてアンワールのスペイン軍を襲撃し、シルベストレ以下1万3千人の損害をスペイン軍に与え、シルベストレを廃止させ、フェリペナバーロ以下600人以上を捕虜にした。アンワールの戦いの後はメディラに迫った。メディラ包囲は失敗したものの、 1923年2月1日にアジディールを拠点にリーフ共和国を樹立し、自ら大統領となった。共和国の成立後、彼はソビエト連邦や国際共産主義運動の支援を受けて戦争を継続し、1924年スペイン軍をテトゥアムに退却させた。この事件はスペイン国内の労働運動を激化させる一方、フランス領モロッコが脅かされたため、 1925年4月に、フランスはフィリップ・ペタン式下のフランス軍をモロッコに派遣した。彼はスペイン軍とフランス軍に挟み撃ちにされ、1926年5月、ついにフランス軍に降伏し、リーフ共和国は崩壊した。戦後、彼はフランスによってレイユニオン島に流刑されたが、1947年、エジプトに逃れた。その後、 1956年のモロッコ独立後もエジプトに泊まり、1963年に当地で隠しした。ありがとうございます。